はい、こんばんは、ひろかです。結構久々にヤオコーに行ってきました。最近別の安いスーパー行ったりなんだりでヤオコーに行ってなかったんですけど、やっぱりヤオコーはすごく好きなんですけど、すごく高いです、相場が。はい、で今日買ったやつ、もうこれ本当見切り品だったんですけど、本当は一束で158円なのかな、サニーレタス。でもこれもう古いやつなんで、二束で158円でした。早めに食べます。あとこれはもうすっごい美味しそうな真っ赤っかなトマト、298円でした。うん、これは88円、ちょっとの量の舞茸、スープに入れます。おおおお、これ今日の酒のお供です。ひっくり返ってた。ブリのお刺身です。とても新鮮で美味しそうです。お刺身はやっぱりヤオコーとっても美味しいです。そこは本当です。あ、これもひっくり返った。若鶏ささみの鶏天。普通のささみの天ぷらみたいな感じなんですけど、私がこの買ったポイントとしては、この中に大正ゆず塩がついてたんですよ。じゃあいいねと思ってじゃあいいねよくわかんないけど、あ、合いそうだなと思って買いました。ちゃんと録画ボタン押してる。今日は完全に飲もうと思いまして、先日江澄さんからいただいたオリオ麦職人、これで一杯やろうと思いまして、完全に飲む系を買いました。あと買ったのがナトリのチータラ、これ大好きです。これ安いから買ってるコンロの拭くやつ、88円で、今回のチラシは隠れヤッポーがだいぶでかくありました。でモズクス、これプライベートブランド、モズクス何でもいいやと思って、その安いスーパーでモズクス、安いスーパーだったな、なんか買ったんですけど全然酸っぱくなくて、もずく酢食べたい時ってもう口酸っぱくしたい時なんですけど、これはヤオコーのこれは酸っぱいです。あと QBB のレモンペッパーマスタードチョリソ、ちょっと前まで限定のパルメザンチーズと、あとアーモンドが入ってるやつがあったんですけど、どっちも嫌いではないんですけど、やっぱり私これに落ち着いちゃうんですよね。これが一番好きです。で安定のビフィックス脂肪ゼロ、久々のミックスナッツ、とろりとろけるアボカド、納豆、あとはグレープフルーツの炭酸、絹豆腐、以上です。合計で3300いくらでした。やっぱり高いですね。じゃあね、早速食べていきたいと思います。はい、じゃあいただきます。ちょっとお腹すきすぎて柚子塩を取り手にかけます。失礼します。じゃあね、今日のビールはオリオンです。たまにはグラスに入れてみます。じゃあ月曜日お疲れ様です。江澄さんからビールだと思ったんですけど発泡酒でしたって教えてもらったんですけど、でもがっつり麦です。やっぱ麦職人っていうだけあってがっつり麦でした。お疲れ。よし参ります。実食。はい、ブリです。やっぱヤオコーのお刺身はいいです。お魚が元気です。
ちっちゃいことなんですけど、このお刺身の切り方とかでもなんか美味しく感じたりなんだりするんですけど、ヤオコ本当程よい厚みに切ってくれてて、ブリが生きる切り方ですね。うん。続いてささみの鶏天。うん。うん。ゆず塩がその、あの、まだたどり着いてないです。うん。丸。うん。きゅうりのきゅうちゃん。美味しそうでしょ。ブリ。嘘みたいだろ。死んでるんだぜ、これ。山の頂上とかでさ、グリーンラベルとか言いながらビール飲みたいね。すっごい眺めのいい山の頂上で。グリーンだよみたいな。QBB。レモン&ペッパー。スイス、めっちゃ遠い。ほんと RG 好き。はい、というわけで動画でチラッと言ったかな、あの先日届いたあのアマゾネス、こちらをがっつりは紹介しないですけど、チラッ開封チラッっていう感じで何個か買いました。まず1個目、ずっと買おうと思って買ってなかったメスティン。次デイキャンプにしろキャンプに行くにしろご飯を炊いてあれしたいと思います。タコライス、なんか米のとぎ汁でなんだりかんだりして、あとスチールたわしでバリを取ったりなんだり、使う前にいろいろあれしないといけないですね。このメスティンを使うにあたり、もうほぼほぼセットみたいな感じで、このエスビットね、この固形燃料がこう中にあって、こうこれがこうこうこうっていうやつなんですけど、まあ、これじゃなくてもいいんですけど、もうこれでもうほっといて炊飯できる、あんま余計なこと考えなくていいっていう感じなんで一緒に買っちゃいました。はい、これあれだ。でですね、先日ツイキャスでキャンプ、デイキャンプもキャンプもそうなんですけど、カメラのアングルにいつも困ってて、本当はあのこういう感じ、自分の目線でいたいんですけど、なかなかそれが難しいよなっていう、自分の目線、もう自分が見たままを動画にできたらなって思ってるんですけど、でそれで前々から GoPro 欲しいなって思ってたんですけど、なんとなく毎回見送ってたんですけど、っていう話をしたら、あのツイキャスで一世さんがあの GoPro まがいみたいな、 GoPro みたいなやつがすごい安く売ってるよっていうのを聞いて、もうその場でノリでポチりました。 Amazon でエクストラル HD アクションキャメラ、確か中国産でしたね、っていうのを買いましたので、でプラスこれに使うSD カードかな、 SD カードも買いました。本当にあのこれ確かあの防水のケースもなんかいろいろセットなんですよね。であのこの間デイキャンプでちらっと見せたあの革、綺麗な革、あの革も魚がいるのかなとか、あの実際カメラ入れて本当は撮ってみたいなって思ってたんですよね。なんでもし次あそこのキャンプ場行くことがあれば、このなんちゃって GoPro で川の中撮れたらなって思います。納品書入ってるんですよ、確かこれいろいろセットで7キュッパでした。で SD カードがいくらだっけな、 SD カードが逆にまあまあしますよね、1000円以上します。
はい、こんな感じでね。私はあの黒と白があったんですけど白を買いました。おお、もう本当ででん、はい、やっぱ私白がいいですね。これもうすでに防水のケースにセットされてるってことですよね。これでね。で本当私本当こういうなんか本当なんか気持ち的にはなんかここら辺につけたい感じなんですけど。でね、何度だっけな。結構広角で撮れるんですよこのカメラ。それもいいなっていうのと、あと決めて買おうと思ったのがその Wi-Fi でデータを飛ばせるらしいので、私いつもこの iPhone の中に入ってる iMovie で動画の編集をしてるので、GoPro で撮ってもその後パソコンで編集、うん、それはなぁと思って買ってなかったんですけど、Wi-Fi で飛ばせるんだったらありだなぁと思って、なんかめちゃめちゃ細々いっぱいいろいろ入ってるんですけど、多分あの何かしらのアクセサリーのセットです。結構乱雑に入ってますね。はい、こんな感じでした。本当にね今日はあのざっくりと開封っていうわけです。何につけるんだ、完全にビールなんですけどね。フレッシュな感じではないですね。あのクラシックの限定のやつなんだっけ、クラシックの限定みたいなフレッシュなホップって感じではなくて、ほんと麦汁って感じですね。というわけで、ちょっと久々にビール飲みました。じゃあね、次キャンプやるときはメスティ使ってると思うのでよろしくどうぞ。以上、ひろかわでした。